はい、皆さんおはようございます。本日はスクランブラー、ドゥカティスクランブラーで出発しております。10月18日かな、水曜日です。今日はですね、福島の林道に行こうかなと思って出発しております。猪苗代湖周辺の林道をですね、ちょっと走って、そしてですね、会津若松でカツ丼食べて帰ってきた、来れたらいいなという、いいなという願望を今ちょっと語っておりますが、どうなるかお楽しみということでですね、とりあえず今、北に向かって出発しております。さあ、じゃあ矢板インターですね、東北自動車道矢板インターから乗りますね。よし、行こうか。はい、じゃあ福島方面に向かっていきます。はい、白川まで来ましたですね。ここで降りてあと15分11キロということで、そこまで行くと最初の林道の入り口になりますね。1240円か、高えな。田舎の道が心地よいな。ちょっと遅い、ちょっと遅いぞ流れが。ここだ、雪割橋着いた。新しい橋になってる新しい橋になってるわ、びっくり。雪割橋、仮設駐車場、トイレ。なんか前来た時はもっとしょぼい橋で、狭い道の場所だった気がするんだけど、すごい立派な橋になってます。ここはね、紅葉が綺麗そうだなって思ったんだけど、こんな感じになってんだ。こっちの山の那須岳、この辺の景色が素晴らしいですね。今ここですね、カルミヤというソフトクリームの店が、前ソフトクリーム食ったと思う。でここから鎌草林道、西武林道といってスキー場に出て、そこから西武林道、奥西武林道とこう行きたいと思います。とりあえず鎌草林道というところに入っていきますね。ちょっと入り口わかるかな、自信ないな。鎌草林道はね、結構荒れてた気がするんだよな。まあ、秋鹿林道も走破したこのバイクだからきっと行けるだろう。でもエンデュール R だっけ、エンデュール R で来た時にはあわわわってなりながら行ったような覚えもあるんだよね。ちょっとハードル高いかもしれないね。あ、ここだ、ここだよ、ここだ。あー、の牧場っぽい感じ。あー、いいなー、この景色。ああ、お空っつうのがね、ほんと最高ですよ。ツーリング、あ、ここ、ここじゃな、ここ、あれ、ここじゃなかったっけな、あれ、入り口ここじゃなかったっけ、ここだったような気がするんで入ってみよう。じゃあレッツゴー、鎌草林道入ります。もう入り口からなかなかのデコボコっぽりを示しておりますが、お、びっくりした、フェンスあるからなんかと思った、こっちじゃなかった。お、ああ、結構ワイルドだなこれ。でけえ石が転がって、しかも枯れ葉で隠れてるし、うわ、河原みたい。うわ、これほんと走りづらい。おおお、これは走りづらい、すげえ。お、足ついちゃった。今見えてたでっかい石を踏んでしまった、立ってた石を。うわ、これはちょっと、あ、記憶の通りだ。ああ、
前来た時とだからあんま変わってないってことだ。こんな感じだったよ確かに。おほほ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 、トリッカーでも来たことあったかな。あの昔々私が仙台に住んでた頃、 KDX125SR でね来たんですよね。まあ結構仙台からだと遠いんだけど、結構張り切ってできた感じでしたね。で今さっきのあのここに入ったところ、まあ、要は逆方向に走ってきて、あそこをでに出てですね、おなんか開けて景色のいい牧場に出て最高っていうのをすごいよく覚えてますね。いやこれなかなかワイルドだな。ああ思ってた通りだけど、わあこれスクランブラーで来た中で一番ハードだ。結構ギリギリで今走ってる、半クラで走ってるし、スクランブラーで今までこんなに半クラ使うことなかった。あんまりゆっくり走りすぎないで、ある程度勢いあった方が走りやすかったりもするんだけど、でも本当にあの拳台の石が転がってんだよね、浮いてんだよね、こう。だからこういうのは埋まってるやつだったらいいんだけど、動くやつはね結構怖いんですよね。うわーこれまた河原だよこんなの。ちょっと勢いで行っちゃうか。うほー結構ハンドルを握る力に手に力が。タイガーで走るときみたいな恐怖感はないけど、でもこれは結構油断大敵です。これ河原だよほんと。わあワイルド。これ最近クマが出るニュースをよく聞くんですけど、この辺は大丈夫なんでしょうかね。おめっちゃハンクラ使ってっか。指疲れてきた。ちょっとこれコケかねないな、ほんと。いや、これ。おぉ。秋鹿林道ではさ、なんか、すげえデコボコ風なんだけど、ライン選ばずに走れちゃったりしたけど、ちょっとこれはそうはいかねえな。おこれは過酷。勾配が少ないからまだいい。うわーちょっとこのでかい石ゴロゴロ。まあ四輪だったらねこういうのはなんてことないね。うわーこれきつい。いけるかな。あ、しまった。おお、でごぼう。あ、そして土になった。うわ。これは大変。足ついた。すげえ足ついてる。もうあ今そこ打ったかな。うっそでしょ。あ今度土だ。横滑りしてる。ちょっと写真撮っとくか。やば。ちょっとね、携帯を今外しました。転んだりしたら、ちょっと吹っ飛ばされたりして、壊れちゃう可能性があるから。うわっ、すげえでっかいうんちがあったけど、クマじゃないだろうな。結構大型動物だと思う。うおー。
すげえなんか石畳っていうか、牧場の脇を走ってんだね。やっと少し平らになった。いい景色、なんだここ舗装されてる、急に。もう上の方ちょっと紅葉してるね。さあこっから下りになるのか。大して登ってないけどね。もうちょっとデコボコはもういいよ。お腹いっぱいだ。ぬたぬた、ぬたぬた。ちょっと待って。ぬたぬたか。うわぁ。やめよう。これは嫌だ。スタックする可能性があるし、スタックしなくてももうバイクも足もドロドロになる、絶対。その上で転倒しそうな気がする。っていうか絶対スタックするよ。やめた。やめた。うわぁ、あの道戻んのか。それも嫌だな。いや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 。しょうがないね。ちょっと諦め。あの道戻んのか、嫌だな。ちょっとね、私、走り抜けることに結構強いこだわりを持ってるんだけど、ちょっとあそこ通るのは嫌だわ。ほんと嫌だ。ガチめなオフロードバイクだったら通れるけど、トリッカーでもがっちりとしっかりしたオフロードタイヤ履いてる時じゃなければ、ノーマルの通天っていうタイヤではちょっと嫌だね。しゃあない。なんだ、フロントブレーキが ABS か、これ。すげえ深くなってて全然効かないような感じになって。うわぁ。さあさあさあ。このうんこのでかさと来たらもう。怖い。下り割と得意なんだけど、怖いよ、これ。下りの方が、ちょっと怖い。むしろ怖い。おぉ、危ない危ない。この分岐まで戻ってきた。さあ出ました。よかった、無事戻れて。ここでね、こう出ておーってなったわけですよ。綺麗っていう感じでね、とりあえず戻るか。疲れた。すげえ疲れた。お腹減った。こうか。ここは店で、はいはいはい、展望台とカルミア。こういう感じなんだね。新しい橋、新しい橋の方が高い位置で見下ろせるからいいのかな。よくわからん。特納ソフト、うどんそば、こう下っていく。どのぐらいなのかな。すぐそこじゃん。よかった。ちょっと身構えてしまった。いいじゃん。わあ、素敵。ナイス。いい景色でした。橋越しに那須岳が見えるのがまた最高ですね。手前がちょっと色づいたような、紅葉したような感じになってて、
それもなかなかオツでしたね。でこれこの道はねこのまま行き止まりなんですね。あ、ここは何かありますね。キャンプ場的な雰囲気ですが、一休み滝。あ、滝？これ何の広場なんだろう。これ遊ぶ広場にしては斜面ずいぶん傾斜がつきすぎてる。この近くの普通の中華料理屋なんですけど、そこのレビューがいいんでそこに行ってみようかなと。あ、ここで行き止まりですね。もう、あ、そしてなんか道がある。散策できるのかな。ちょっとどこまで続いてるのかよくわからないね。これじゃ森食堂っていう定食屋的な食堂があるんで、そこに行ってみようと思います。滝はそんなに歩かないなら見に行こうかな。ちょっとお腹減っちゃった。ここですかね。ちょっと見てみよう。はい、よかった。滝見台がすぐそこにある。すごい滝の音がしてます。ここを下ってそこか。おお、結構急だな。え、マジかっていうぐらい急だな。両手を使っていきます。はい、降りました。これもう足元がねスカスカなんですよ。これ携帯を落としたら終わりっていうね、そういう感じです。あ、こういう感じなんだね。すごい日陰になってるからちょっと暗くて見えづらいんですけど、夫婦滝、夫婦滝って言ったかな。はい、じゃあ滝も見たし森食堂まで9分行きます。今1時22分ですね。あった、そこだ。営業中って書いてある。はい、お、空いてる。そして森食堂。羽鳥湖高原ちょっと寄りまして、まあいろいろ野菜売ってるんですよね。野菜とか面白いもの売ってますね。あのなんかヤーコンとかなんだっけ、なんか果物じゃないの、果物かな、見たことないやつ、あのカパって割れて中のやつ食べる、なんつったっけ、やべえ、これでわかる人いない、ね、あ、ワンシーズンぶりにクリップヒーターを今つけましたけれども、電気が入ってよかった。ここかな、ここだと思うな、ここだと思う。よし、ゴー。さあ入ります。お、わお、いきなりこれかよ。さあ気を取り直して、なんとか縁のところをうまく通れた気がするので、そんなに汚れてない気がするという希望的観測。そう、この前来た時はここは工事現場に向かうような感じの雰囲気の道だったんですよね。で、この少し先までは一応 Google マップも道を認識してるんだけど、あ、そうそう、こんな感じだったな。あ、いいね、フラットで。地蔵岩っていうところを目的地にしたんだけど、勝手に着いたことにされてますね。遥か先なのに。道がここまでしかないからか。さあ、これが西武林道っていうのかな。くそ、それと、あー、また。またドロドロだよ。なんとか泥のところを通らずに行きたい。橋を行くか。いやー、これは真ん中行っても脇行ってもズブズブになっちゃうから、いや、こっちも、もう普通に入っちゃうのが一番安定よく走れるんだ。その後ゆっくり走っとけばそんなに巻き上げないだろう。こう真ん中走るとドロドロになっちゃって、かえってね
もうバランスも崩されるし、まあ、泥がかえってタイヤについてかえって跳ねる可能性があるね。今跳ねてない、とりあえず跳ねてないから、こっからゆっくりしばらくタイヤの泥、あ、車、いわゆるカーだ、カー、いわゆる車だ。すげえ避けてくれた、ありがてえ。こうありたいものですよ、何事にもね。人に対して大きく譲って。あ、こっちがね、なんか工事してるとこなんだよね。ちょっと行ってみっか。なんだろう、残土置き場かな。ああ、ただのなんかこういう広いスペースになってる。何のための場所なのか。資材置き場だったのかもしれないね。まあいいや。さてと、じゃあまたちょっとなんかそこのところから先少し湿ってる感じが、控えめに言ってムタってるね。よいしょ。結局ドロドロか。いや大丈夫だ、まだ泥跳ねてない、そんなに。さあ林道入りました、入りました。わざわざね、わざわざ回り込んできましたからね。通れなかった鎌房林道を回り込んでね。それなのにドロドロのとこ通っちゃったね。いいね、このぐらいがスクランブラーにはちょうどいいね。ゆるふわフラット林道、のんびり散歩するように走る、木漏れ日の間をね、心地よいね。あ、鎌房林道と比べるとめちゃくちゃ走りやすいな。もう舗装路かと思うほどに。ちょっとね、熊とかどうかなっていうのはすげえ、まあ、心配はしているんですけれども、まあ今日はねキャンプ道具みたいなのも持ってなくて、バイクも軽いから、なんとかこう逃げられんじゃねえかなっていう。いざとなっても、いやでも今年は本当熊の遭遇がニュースに多いですね。水分落ち葉が溜まってますね。もうこんなに葉が落ちたんでしょうか。紅葉ちょっと始まってるね、そういえば。あ、グリップヒーターあったけ、ちょっとここでバッチリと取っときますかね。もうオフロードって不思議なんだよな。走ってる時は不安になって、だんだん早く舗装路にならないかなって思ってんだけど、舗装路走ってるとなんかオフロードを探していってしまう。オフローダーの習性というか、オフロードバイクに乗ってるからなんかオフロード走らなきゃみたいな、そういう謎のなんていうんですかね、考えでオフロードに行ってしまうんですよね。オフロード走らないと意味がないぐらいの勢いで思ってて、さあ下ってきております。下りに差し掛かっております。結構覚えてるね、この道。あの鎌房林道が荒れてたのことも覚えてたし、この下っていく感じとか、あの最初の工事現場に行く感じとかも、なんだか結構記憶が新しいね、意外と。さあ川に出ました。これ登ってくんかな、ね、登ってきます。でね、ちょっと景色がいいところにね出たんだよね、確か。あとね、分岐があるんですよ、一箇所で。最後ね、温泉に出るんですよね。なんかすごいひなびた山奥の秘湯みたいな感じの温泉街に ね最後出るんですけど、あーいいね、低速トルクを効かせてドドドドドドって加速する感じがすごく気持ちいい。これこそ V ツインの醍醐味である。まあシングルでもね、同じような感じにはなるけど、 V ツインがいいね。まあ V じゃなくてもいいけど、ツインの良さっていうのはね、やっぱり独特ですね。あー、これはあんまり橋行くと落っこちるからしょうがない。真ん中行こう。
無理や。お、びっくりした。通行止めかと思った。うわ、これ危ねえ。落っこちそう、そこにすって。なんか誘導されているような感じがする。あ、そうだ、なんかあったな。この先にちょっとその表示板みたいな、案内板みたいなのがあったような気がするな。どっか出口に近いところだな。日差し大事だね。今3時20分。いや、いいな、これ。気持ちいいっていうか楽しいな、この林道ね。やっぱ土がメインの林道って走りやすい。あ、これ砂利だ。でも結構踏み固められてるのかな。あんまり動かない砂利ですね。いいね、うん、楽しい、気持ちいい。うん、突っ切るぜ。デコボコ、ちょっとデコボコになったけど突っ切っちゃうぜ。埋まってるデコボコだからいける。さあ、ここですね。あ、そうだそうだ、分岐。あ、これどっち行くのがいいんだっけな。左だっけ。昔来た時もあれで、ここになんかあったような気がした。あ、左が奥西部林道だから左でいいと思うんだけど、ここですね。ここ左で、まあ、あとそんなにないね。よしよし。じゃあ奥西部林道に入りました。はい、西部林道に行くと、今のね道をここ左に曲がらずにまっすぐ行くと、もうほどなく舗装路に出るんですよね。でこっち行くとその景色が良かった道に、ね、出るはずなんですよ。舗装されてるのかと思った。明るく見えて、白く見えて、砂利だ。結構砂利が浮き砂利だ。そんなに走りづらくはない、ね、これ紅葉の季節に来たらもっと最高だな。これもうちょっとなんだよな。微妙に早いね。あと1週間、2週間くらいで最高潮になるんではなかろうか。11月頭。見て、すねになんか当たった。石かな。さあ、登ってってますね。登ってって開けるはず。こう左に曲がっていくと、うわ、ちょっと、うわ、まあ、2速で走れてるからね、いいですよね。このトルクがあって、この辺じゃん。ほらほら、開けてきた。おう、おう、おう、いいね。あ、ちょっと荒れたな。違う、あ、道が荒れた。どっか写真撮りやすいところがあった気がするんだよな、映えるスポットが。この辺か。あー、この辺だな。あー、ちょっと草茂りすぎてるね。じゃあかっこいい写真も撮れたし、行きますか。もっとね、この辺あれですね、伐採されてて見晴らしが良かったですね、前来た時は。でも木が茂ってきましたね、だいぶ。こんなに道路に木がこう、ほら、でも若い感じの木が、いや、でもこれぐらい育ってたらもう結構立ってるかな。これが前来た時でも5年前ぐらいかな。エンデュール R で来たとしたらそのぐらい、2019年とか、あ、4年前。あ、楽しいな、このオフロードは。やっぱ程よいね、難易度って大事なんですよ。カマフサ林道はね、ちょっとね、ハードすぎ。あれはね、もう、ち
ょっとあの状態でずっと行くのはね、ほんときつかった。ところどころにね、ちょっとああいうのがあるんだったら、まあなんか逆に達成感とか感じられるかもしれないけどね。まあ基本こういう風にね、まあフラットでありながらも、まあところどころちょっとこうバランスを取ってたり、ラインを選んだりして走るところがあるぐらいがね、このバイクにはちょうどいいですね。その上で雰囲気大事だから、オフロード走ってるっていう気分になれたらそれでいいんですよさあこの林道そんな長くないはずなんで、多分ほどなく終わるんじゃないかな。うわー、やだだよ。はい、ジャバー、はい、ジャバー。ちょっとこの辺もね、ちょっとね、タイヤがとにかくドロドロは落ちるまでゆっくり走らないと。結局、あ、来ましたね。はい、ほら温泉街なんですよ、こんな山の奥に急にびっくりするよ、本当に。ほんで、ここは通行止めになってるね。え？林道情報、この先通行止め、熊に注意。この先は行けないはずなんですよね。で、これ登山口ですね。那代森山登山口。熊に注意。アグレッシブベアーズインディスエリア。アグレッシブだって。ちょっとこの先に滝があるみたいなんで、そこまで行ってみますかね。 2.4km10 分。今日はこの林道で終わりだと思えば、そのぐらい行ってもいいだろう。アグレッシブなベアが出ないことを今日祈りながら。しかしさ、こうやってバイクで来ているのは、まあ、まだいいってこともないかもしれないけど、ああいう風に書いてあるところで、あそこから登山に入っていく人の気持ちっていうのはどういう気分なんだろうね。まあ言ってもそんなクマいないっしょっていうくらいの気持ちなんだろうか、それとも超ビビってるんだろうか。俺だったら超ビビるな。まあ大抵誰かと一緒に来るから、みんなで渡れば怖くない理論で、なんとかいざとなったらこいつを差し出して、食われてる間に俺は逃げようってお互いに思ってんだろうね。怖や怖や。いいけどな、こんなに飛ばして大丈夫か。前はあそこで引き返したんだったかな。こっちまで来た覚えがあんまりないんだが、引き返して林道も引き返して、で西武林道に戻って、残りの西武林道も走ったんだじゃなかったっけかな、なんかそんな気がする。でこっちは来てないと思うな、覚えがない、ここの辺全然。まあ道路が濡れているのだ。お、あれは滝というよりは石かな、人工のものかな、これは人工のものだな、これはちょっと怖いねちょっと怖かった、もう縁が近くて道路のでもさ、これさ、あの人事のようにさ、あの登山者のことを言ったけど、もし滝から滝にさ、駐車場から滝まで300メートルとかだったらどうしよう。すごい微妙なんだよな。300メーターぐらいだったら行ってもいいかっていう気持ちと、でも怖いっていう気持ちの。クマに食われたくはないよな。クマパンチ一振りで肋骨がボキボキに折れたりとかするらしいからね。少しだ。いや、しかし、そして懸念していた通り、あー、怖くないな。懸念していた通り、駐車場というか、その止めるところから滝まで、まあまあ距
距離がありそうな感じのことを示している。そこかな、なんかその辺から滝が見えますなんていう状態であることを、何も案内板的なものはないから、とりあえず進むがどうなっているのか。二木大橋、大滝、あ、これかな、なんかついたけど、お鍋遊歩道、これ違うな、お鍋遊歩道だもんな、うん、わからん。はい、よくね、レビュー見ればよかった。滝にはね、川をね、10分遡上しないといけないらしいですね。で、今ここで、ここ多分こっち行くと、ここに出るんですね、こうね。で、まあ、行き止まりなんですね。だから、まあ行ってもしょうがないんでね、戻りますかね。じゃあ、まあちょっと滝を最後にね、締めに見れたら、綺麗な終わり方だったんですが、まあ、そういう贅沢を言ってもしょうがないので、まあ今日は結構楽しみましたね。うん、思ったよりというか、程よく楽しめたんで良かったです。じゃあ下り始めて、この二木温泉、二木温泉、そこを通ってですね、もう舗装路に出ていきたいと思います。まあちょっと軽く紅葉は始まっている景色もまたいいものですね。結構ね、やっぱり、泥跳ねしてましたねスプラッシュしてましたね。しょうがないね、フェンダーレスにしたからね。あ、この辺綺麗、あ、この辺綺麗だね、二木渓谷。あ、この辺の紅葉も始まっております。さあ戻ってきました、二木。よかった、アグレッシブベアに追わなくて。この山奥に立派な橋が、社長橋がある。おお、結構綺麗。そしてここにひなびた温泉街、柏屋旅館とか。でもやってんだよね、これやってんだよ、やってんだよ。ちょっと泊まってみたい感じもするね、こういうところ。そして、あ、今14度だ、寒。そして帰りの道を検索するのだ。二股ホットスプリングなんだ。二股だって、二木じゃない、二股だよ、そう言ったじゃん。ここは、ここ林道だね、二股林道。あ、一般通行禁止だ。ケチクチしちゃって、もういいじゃんか、一般通行したって。何がいいのかよくわかんないけどここで国道かな、出ましたので、右に行けばいいか左に行けばいいか確認しようね。右に行けって言われたんだけど、左に行きます。同じ道を通って帰るのはなんかあれなんで、田島を通って塩原に抜けるルートにしようかな。あ、これ塔のへつりってなんだっけ、塔のへつりってなんか面白いんじゃなかったっけな。ちょっと行ってみっかな、見れるかな。まだ左行ってみよう。が、景勝地じゃなかったかな。公衆トイレ、新商社、バイク駐車場、公共路駐車場はございません。展望台、バイク駐車場とかにあったな、あった、専用駐車場。車だったら有料駐車場に入れるか、100円払って止めるんだけど、どっかのお店を利用するっていうことで止めるんだよ。バイクは公共の駐車場があるなったみたいです。この断崖が塔のへつり、
って言うんでしょうね、きっと。つじ橋行き止まりかあれ。うわ、ちょっと怖。ここがちょっと降りられるんだ。携帯落としそうだ、これ。あ、揺れてる。揺らしちゃダメ。揺らしちゃダメ。別に怖くはないな。怖くはない。あ、怖くなかった、全然。少しも、すごい静かな水面ですね。映ってて美しいですね。向こうまで行けんの。わあ。というわけです。